ちは、波乗り三昧です。2018年11月17日土曜日、10時15分仙台新港の波情報をお知らせします。今日の波サイズなんですが、膝からももぐらいですね。で天気は晴れてきました。ちょっと雲多いですね。それでですね、風はやや強めの北西風で、人数なんですが、今日は南防波堤の脇根っこは試合中、JPSA の試合をやりますので、これだけですかね。あと正面が20名ほど入って、います。あと岩盤の方にも20名ほどサーファー入ってますね。長潮周りで、干潮が3時42分プラスの53センチ、で満潮が11時39分の1メーター10センチですね。で、今日は試合中なんですが、Yeah.
車は運動という軽くの単語から7号セットということは本当にやることが必要です。あとさ、試合の状況これで終わりにして正面移していきたいと思います。右階段の前に来ました。ガモの方にカメラ振ります。
の方もうあまり波入ってきてませんね。臨海山の前行きます。そろそろ動画の撮影を終わりたいと思います。チャンネル登録されてない方、チャンネル登録何卒よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。